ベラルゴ氏のジャングル騒動は、ウィリアム・ボーディン監督による、ホラー映画の子さんであるベラルゴ氏を主役に、ナイトクラブコメディアンのデューク・ミッチェルとサミー・ペトリロとを、底抜けコンビに似せた役柄とした1952年制作の、アメリカ合衆国の喜劇映画である。グアムでの公演に向かう、途中のナイトクラブのパフォーマーであるデューク・ミッチェルと、 サミー・ペトリロは気がつくと先住民からコラコラ島と呼ばれている見るからに怪しげな島に取り残されていた先住民たちはかなり好意的で特に部族長の娘であるノナは二人が島を出られるよう手助けする差し当たっての楽園は見つけられたがすぐに二人は島の反対側に暮らすザイバー博士と名乗るマッドサイエンティストを発見した助けを得る機会だと 二人は、この奇妙な博士を訪問する。しかしデュークがノナと恋に落ちると緊張が走った。ザイバー博士もまたノナを愛しており、嫉妬からデュークを脅威と考え、彼を真っさに猿へと変える計画を立てていた。サミーは、自分の友人を助けようとし、そして予期せぬ結果を迎える。当初この映画には、リアルアートピクチャーズのプロデューサー、 ジャック・ブローダーの10歳の息子によって考えられたタイトルである失われた密林の白人女性という題を付けられることになっていたが、当作品におけるベラルゴ氏の出演を利用することが決定された。サミー・ペトリロはジェリー・ルイスのモノマネにより一定のキャリアを確立した。ペトリロとディーン・マーティンの役を演じたデューク・ミッチェルはラスベガスの様々なクラブで演奏した。 ベラルゴ氏のジャングル騒動は、ミッチェルとペトリロが出演する一連の映画における最初の作品となるはずだったものの、彼らの唯一の世に出た映画となった。なお、この映画について聞きつけたジェリー・ルイスは、ペトリロが非常に細かく自分の振る舞いを模倣していたため、それに対して彼を求断し、訴訟を起こした。ティム・バートン監督の映画、エドウッドでベラルゴ氏を演じたマーティン・ランドーは、 役作りのため、ルゴ氏の全出演作を見たが、ベラルゴ氏のジャングル騒動に比べれば、エドウッドの作品は、風と共に去りぬに見えるとコメントしている。ありがとうございます。